皆さんこんばんは、ゆうかんちのたいちゃんです。はい、ということで本日はですね、一人でユニバに来てます。よいしょ。はい、ということで、まあ久しぶりのね、一人ユニバなんですが、まあそのうちね、メイミヤで、上がるかと思うんですが、さやか現在ね、実家に帰っておりまして、私大阪で、一人でございます。1週間くらい一人ですね。まあ、多分ね、もう付き合って10年ぐらいになるんですけど、1週間で、会わなかったのは多分この10年で初めてなんじゃないかなと思います。まあそれはさておき、今日はね、一人でユニバ楽しんでいきたいと思います。あんまりね、このチャンネルでシングルライダーの話とかね、してなかったりとか、あんまり行ってないレストランとかね、今日は行ってみたいなって思いますので、ぜひ最後までご覧ください。全然人おらんのよ。ちなみに今日は夏休み最終日の8月の31日でございますね。行きましょう。ゆうかんち13時半インでございます。今日ね、そんな混んでないよな、平日やねんけど。まずね、ちょっとハミクマのね、在庫状況ちょっと、気になるんで確認しに行きたいと思います。クッキーとアクスタキーチェーンしかないですね。13時半の段階でハミクマのグッズは2種類しかなかったんです。在庫状況的にホラーナイトまでね、ゾンビでダンスまで持たへんのちゃうかなとか思ってたけど、まさか9月まで持たなかったという、まあ割と売り方失敗してるんじゃないかなというような感じですね。まあそれはしゃあないね。まあ、なので、まあ、朝一にね、ハミクマグッズ欲しい人は来ないかんっていうのは、以前続いている状況だと思います。またね、混雑状況とかで朝早起きできれば、皆様にシェアさせていただければと思います。9月の、ね、4日にドラえもん終わっちゃうんで、ドラえもん納めしに来てる人がめっちゃ多いですね。一応映像に収めときます。今日はね、どっちかっていうと、なんかドラえもんっていうよりジュラシックパークね、乗り納めしに来たみたいな感じなんで、せっかく一人で来てるんでシングルライダー味わってみたいと思うんですが、その前にあのレストランに行ってみたいと思います。今思った、このカート今日で終了じゃね。記念に残しときます。ということで、今回行ったのはアズーラ・ディカプリでございます。このチャンネルではね、あんまりアズーラ・ディカプリは使わないんですけど、まあなんで使わないかっていうとね、ちょっと行きにくくて、なんで行きにくいかっていうと、この営業時間でございます。あとね、基本的にはコースメニューの注文だったりっていうのが、理由ですね。で、今回は20分待ちだったので、バーチャルキューラインシステムで待ち時間を過ごしました。バーチャルキューラインシステムは何ぞやっていうとですね、簡単に言うと、店頭で携帯番号を登録させてもらって、自分の順番が来たら、その登録した携帯電話に050番から電話がかかってくるっていうようなシステムです。今のところフルサービスの4店舗で使うことができるシステムになっております。電話がね、かかってきたんで行くと、待合の椅子みたいなところに案内されるんですけど、ここのね、壁画絵画みたいなやつがね、僕めっちゃ好きで、これあのカプリ島の絵だと思うんですけど、見るたびに死ぬまでに一回は行ってみたいなって思います。店内はね、イタリアのカプリ島のね、名物である青の洞窟をイメージして作られておりまして、もうなんか目に入るやつほとんど青ですね。ちなみにね、アズーラディカプリは直訳するとカプリ島の青っていう意味だそうですね。で、今回はもうずっと食べたかったピザのコースを頼みました。まずは前菜、アンティパストですね。チキンとポテトのタルタルとラタトゥイユとスモークトラウトサーモンです。この前ね、来た時からちょっと前菜変わってて、このスモークトラウトサーモンめちゃくちゃ美味しかったです。結構ね、このレモンが乗ってたりする商品が多いんですけど、カプリ島のね、名産がレモンなので、レモンがよく使われているレストランになりますね。もうね、前菜からめちゃくちゃ美味しかったです。
やっぱりねこれちょっと行きにくいレストランなんですが、ぜひね行ってみてください。でお待ちかねのねピザでございます。これトレガンベレッティっていうねピザになるんですけど、まあ、一言で言うとめちゃくちゃ癖あります。ただねこれめっちゃお酒と合うピザで、ワインと、特にね合うピザになるんですけど、今回はねもう僕正直ちょっとミスって調子乗ってシーズナルのカクテル頼んじゃいました。このねカクテル自体はめちゃくちゃね美味しかったんですけど、まあ正直このピザとはね全くもって合わなかったです。これまた青いねカクテルの上からラム酒をかけて完成になるんですけど、これはね目にめちゃくちゃ爽快感というかね清涼感があってすごくいいカクテルだなって思いました。でこれねめっちゃ回転するくるくる回るお皿だったんで、回してたら横のね外国人の方にめちゃくちゃ見られて恥ずかしかったです。でこのピザのね味自体をもうさっき言ったみたいにめちゃくちゃ癖あるんですけど、上にね乗っているエビがとにかくプリプリで、でこのねピザ自体3種類のエビが乗ってるんですよね。大中小のねエビが入ってて、一番大きいのはねもうプリプリ担当で、一番小さいのはエビの風味担当みたいな感じで、結構役目が墨分けされてて面白い味です。で上に乗ってるアボカドがねすごくまったりとさせてくれて、なんかすごいね不思議な味になるんですけれども、カプリ島名産のレモンをかけることによってほんまこれもね清涼感あって最高のピッツァに仕上がるっていうようなイメージですね。まあ、僕普段ね全然カクテルとか飲まないんで、こういうのは飲み慣れてないです。どうやって飲むんやろって考えながらずっと飲んでましたね。思いっきり混ぜてみたらこれまたねもうザ・アズーラ・ディカプリっていうような感じの青いカクテルになったんでね、やっぱりこれ映え商品としてはもう完璧なカクテルだと思います。でこういうフローズンカクテルって最後ねなんかこういう氷だけになってまうんは俺だけなんでしょうかね。なんかうまい飲み方あればぜひコメントで教えてください。でデザートのティラミスでございます。これもねティラミスあるあるだと思うんですけど、俺だけかな、これティラミスって食うときめっちゃむせへん。まあ、飲み方はいまいちわからなかったんですが、もう最後まで癒やしく全部もう吸い取ってやりました。ごちそうさまでした。はい、ということでアズラディカプリ最高でございましたね。なんか久しぶりにあのピザも食べれて嬉しかったです。この後ねなんかアトラクションのシングルでね回ってみようかなと思ったんですけど、スケジュールショースケジュール見たらねポップバブルビートブロックフィエスタラティーナもね連続で見れる神ショースケだったので、ちょっとこれね一人で味わいたいなって思います。まずはポップからですね。Let's go!
1時間ぐらいで3つもショーをね、ストリートショーを見ることができました。最高でしたね。なんかね、久しぶりに昼のフィエスタラティーナ見たんですけど、
やっぱこういうショーってね、ショーを重ねるごとにね、なんかお客さんの熱量とかもめっちゃ上がっていくんで、超盛り上がってました。めちゃくちゃ楽しかったですね。どうしようかな、ジュラシックパークね、空いてたらシングルでいきたいと思います。一日寄っても行けますね、ここは。3列目やったんですけど、めちゃくちゃ濡れましたね。まあ、とにかくね、乗り納めできてよかったです。あ、ちょっとね、これ一人でこのびしょびしょの状態で歩くの若干恥ずいね。いや、でも楽しかったです。最高です。次なんかアトラクション1個ぐらい乗りたいなと思います。おもろすぎました。さすがに面白すぎたんで、もう一回行こうと思います。Well, I think somebody might just have an answer for your problems with soda. Don't you worry any longer. 2回目も最高でした。はい、ということでね、いろいろ楽しみましたが、現在ね、6時半になるんですけど、今日実はね、19時半閉園なんですよね。最近ちょっと夏イベ終わりつつあって、閉時間だいぶ不規則になっております。今日は19時半なんで、もうそろそろね、出ないといけないんですけれども、最後なんかオリバンダ行きたくなったんで行きたいと思います。こういうのもね、一人インパのいいところですね。15分待ちですね。
このね、町列から見るホグワーツ城めっちゃ好きです。ちなみにこれね、シングルライダーとかもちろんないんで関係なく行きます。はい、ということで最後にね、オリバンダー体験してきました。やっぱこちらもね、最高でした。なんかね、また閑散期とかにオリバンダーに選ばれるまで帰れま10とかやる機会あったら楽しいんじゃないかなっていうのは思います。また機会があればやりたいなと思います。てな感じで、もうそろそろ閉園時間になりますので、今日の動画はここまでにしたいと思います。ということでね、最後ね、そうそう、ジュラシックパークの時に言うの忘れてたんやけどね、ジュラシックパークあれ最後登る時にね、5秒くらい止まったんや。今回ね、それがちょっと止まった系初めての体験やって、あれめちゃくちゃ怖いなって思いました。びっくりしました。なんでね、たまにね、フラ台とか止まってんの見たりするけど、あれ上で止まったら俺多分ね、おしっこちびるんじゃないかなと思います。まあ結構ね、貴重な経験できたんで嬉しかったです。では本日の動画を見て、私も一人インパしてみようかなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、せーの、バイバーイ。バイバーイ。コンダクターが魔法を見守っててめちゃ可愛い。あ、こんばんは。ハロー。お元気ですか。お元気です。素敵です。素敵です。